こんにちは生物生産学部応用動植物科学プログラムの鈴木直樹です私は牛の乳房内感染症の制御について研究しています皆さん普段の生活で乳製品チーズバターそして牛乳などを口にする日は多いと思いますこれらの乳製品はもちろん牛などの半数家畜から供給されているわけですが その牛たちは日々乳房内感染症の脅威にさらされていますご覧のように牛の乳房炎は様々な病原体によって引き起こされますこれらの感染は家畜衛生、公衆衛生両方の領域において重要な問題を引き起こしています右上に示しているように家畜衛生の分野では乳房炎として乳生産量を減少させ、乳室を悪化させる ここういったことでいえす一方でその下に示しているように公衆衛生上これは多くの乳房炎原因細菌が人従共通感染性すなわち人と動物に共通に感染する病原体であることから公衆衛生上の問題もはらむということです。 したがって牛の乳房内感染症は家畜衛星と公衆衛生、すなわち乳の安定供給および安全確保この双方に関わる問題だと言えます。これらの問題に対して我々はご覧のような研究アプローチをとっています。まず上の方ですけれども腸内細菌木細菌の乳房内感染基準の解明ということで我々は大腸菌や肺炎肝菌といった腸内細菌木細菌に着目しています。 これらによる感染のメカニズムはまだ分かっていないため現在研究を続けていますさらに下にあるように乳房炎迅速診断技術の開発も行っています。我々は初診においてその原因に基づいた治療戦略を構築することこれを目的に迅速な乳房炎の原因微生物の診断技術を開発していますこの技術は極めて現場還元性が高いものであり 現在多くの診療所に使っていただいておりますこれらの研究アプローチによって乳房内感染制御を達成し家畜衛生および公衆衛生これらの問題を解決することを目指しています私が研究を行う上で大切にしていることはもちろん現場還元性こういったことを意識するだけでなく 学術的に価値の高いいい研究を提供すするここういったことももちろん意識していますさらに学生の教育という面では研究を遂行してさらにその成果を人前で発表するということはその学術的および社会的背景を理解し自分で行った研究の結果を専門外の人に理解してもらう必要があります。 でこの能力というのは社会ににに出ててどんな職種に就いたとしもも非常に役立つものですそのトレーニングとしても研究というのは非常に役立つものだと考えていますので私の研究室に配属された学生さんにはぜひ研究に没頭していただいてそれをうまく人にも説明できるそういった能力を身につけていただきたいと考えています。 広島大学生物生産学部では農場にいる動物やさらにその遺伝子までさまざまな研究材料や研究手法を使って研究を行うことができます皆さんも広島大学生物生産学部に来て一緒に研究してみませんか